それでは基本となる立ちポーズからチェックしていきましょう。正しい姿勢の上でも、そしてヨガを行う時にも、この立ちポーズとても基本になります。まずは前から見た体をチェックしていきます。まず前から体を見ていきます。ポイントが3つあります。1番目のポイント、肩の位置が左右平行であること。はい、どうでしょうか。左右の肩の位置、きちんとまっすぐになってますかね。チェックしていきます。そしてポイント2、腰の高さが左右一緒であること。ぜひご自身の、骨盤のちょっとウエストのあたりに手を置いていただいて、その手の位置が同じ高さにあるか確認していきましょう。紐とか何かね、こうちょっと腰に巻いてあげても余計ね、感覚チェックできると思いますので、腰の高さの位置を見ていきます。そして膝の位置が左右高さが一緒であること。ちょうどこの膝の柱の真ん中ぐらいですかね、中心ぐらいの位置を見てください。左右が高さが平行で一緒であること、ここがポイントになります。続いては体を横にして、横のラインを見ていきます。ちょっと横になりますね。鏡の横に立っていただいて、体のライン見ていきます。ポイントが5個あります。まずは、耳、そして肩、腰のちょうど下にある骨、大天使というちょっと出てるこの骨ですね、骨のこの位置、そして膝、膝の中心あたり、くるぶし、このくるぶし、膝、腰のこの大天使、肩、そして耳、このラインが横から見たときに一直線になっているか見ていきます。きちんとこの5つのラインが同じように一つ一直線になっているか、ご自身で鏡を見てチェックしてみましょう。